しちゃうから、日本人だからトヨタと、なんトヨタとモビスと、ソニーを全部合わせたみたいな。トヨタも韓国の感じで、正解。ハイブと、一般の商品を買うやつも両方扱って、会社に買ってもらうような商品が売ってる会社もそれ専用が多いんだけど、メーカー的な機械とか、そういうのも独占の部分だよね、一時はそうだけど、やっぱり韓国の企業はそれはないから。